はい、どうもパテモス協会でございます。それでは今回もモンスターハンターダブルクロスのクエストを紹介していきます。はい、何でしょうか今回は。今回どんなやりたくないクエストがあるんでしょうか。見ていきましょう。弾ける貝殻マネー、綺麗な貝殻10個納品。やりたくねー。よしよし、この動画にぴったりのね、クエストやっていきたいと思います。綺麗な貝殻をいらん、ハンターとして必要ない。こんなイベント、こんなねクエストね、 G 級ですよ。今や G 級行こうと、もうね、なんか足りひんってさ、煙玉はいらんけど、一応スタミナがないと困るんで元気ドリンク持ってきますか。じゃあ行きたい。あのご飯食べてるわ。もうついついねご飯ね、もうめんどくさいからさ、とりあえずもういつも通りこう KO 術ね、ボスとも戦わない、まあ、戦ったけど前回もね、もう倒すには至らなかった。まあね、そういうこともありますので、まあ、とりあえず綺麗な貝殻を10個取りに来ます。弾ける貝殻まで、だそうです。今日もね、親指の都合上、あんまり取れないと、あんまりモンハン動画、モンハンプレイできないと言いつつ、これ実は前回の動画の1時間後ぐらい、1時間後ぐらいです。暇なんですよね今日仕事してる日なんですけど、暇なんで、ちょっと動画撮ってます。綺麗な貝殻、わあ、ガルルガとかいるの嫌だな、ちょっとこいつ嫌なんで、わあ、おるわ、ちょっと危ない、奥行こう、ちょっと知らないふりしよう。虫です。貝殻取りに来ただけだ、こっちは。戦うつもり。貝殻でどこにあるの、こういうとこにあるのかな。綺麗な貝殻、敵倒して取るわけないでしょ、ざっくりしてるよね、綺麗な貝殻でも大体でいいんじゃないの、貝やったら。あと、やっぱりこの骨的な要素ですね、綺麗な貝殻ね。骨みたいなんだよね。そもそもですね、貝殻なんかさ、村人がやりに行きよって思うよね、こんなんさ。頼むなよね、こっちにね。貝殻ごときってさ、依頼する金持ちかっちゅうね、逆に金持ちやね、綺麗な貝殻集めてきてくれっていうのやつってさ、普通さ、一般的に考えてさ、皆さん貝殻集めてきてくれっつってさ、お金払って集めてきてもらいます。ビジネスなんかな、やっぱり5本5本とか書いてあった気がしたけど、何個たまったん。綺麗な貝殻2個か、4つぐらい欲しかったな、ここでな。いるか、まだいるやろな。ちょっと待って、うんちとかあんのかな。うわ、ないわ。煙玉していたってバレてたらもう無理やもんな。煙玉したとこでもバレてるもんな。あ、うわ、いるやん、もう。ちょっとそことか行きたいけど、ちょっと無理か、諦めた。よし。あれ？音止まった。もう全然音止まって一瞬。どうした？不具合？なんかね、こういうね、これ採取クエストってやつですけどね、採取クエスト。こんな高いところに貝殻ないような、さすがにな。通勤途中とかさ、通学途中とかにはね、確かにいいんかもしれないね。やるには。でもそんな時以外やりたくないよね。家帰ってさ、よし、モンハンやりてえなと思ってさ、よし、今日も頑張って採取やるぞって思わないよね。採取クエスト好きな人とかいんのかな。結構なド M やと思うよ、そういう人って。飛竜の卵運ぶとかさ、運搬クエストとかさ、絶対やりたくないもんね。できることならやめてもらいたい。できることならね。好きじゃないでしょ。てかさ、G 級行ってんのに、まだこんな仕事依頼されるかみたいなね。ねえ、思いません？
一流、まあ、一流ですよ。 G 級行くハンターはね、まあ、俺がうまいとか下手とかそういうわけじゃなくて G 級のハンターでしょ、ね、G 級を行かんとするべするね、もうあのベテランですよ。 1G は村も救いね、前回誰やったっけ、あのまあ 4大モンスターから村それぞれの村を守った、ね、ハンターに貝殻取ってきてくれてたんだよ。どんなんやこれ、拾ったらいけるやん、こんだってこんなとこくらいでいけるだろ村人でもさ、山菜じじいとかもいいんだよ、山菜取りに来てるじじいがいるぐらいなんだからさ、これ自分で行けよ、海水浴がてらさ、こんなんさ綺麗だったらいいんでしょ、だってだってこいつだってこのさ俺のなんていうの判断に委ねられてるわけ、綺麗か綺麗じゃないかはさ、でこれ持っていったからでこれじゃないって言われるわけじゃないんだからさ、大体何でもいいはずやん。打ったかな、どっか。あ、よらへんかった。貝殻ぐらい自分で集めに行きなさいよ。ねえ。まあ、とりあえず、これね、まあ、この動画、こういう、この動画ね、あのうだうだしゃべる、この、何の身にもならない。誰が登録することも、誰も登録することもなく、面白みも大してない。あのプレイ動画、あ、これ以上も出なかった、終わったわ、帰ろう、ね、これね、こんなだけどね、1日1回しかあげないでいいよと思ってるんですよ、今ね、帰ろう、帰るわ、1日 1動画にしようと思うんですよ。で、今ちょうどアナログパッドとか、ちょ何分で終わった、結構早かったんちゃうので、効率ええやん、5分かかってないやん、うん、効率中やな。でさ、アナログパッド今壊れてるって言ってさ、でアナログパッド壊れて来ましたっていう動画を撮った日にはもう上げられないかもしれないね、これ今回これ1個動画上げてるからさ、これ今撮ってる俺からしたら明日上げる動画、投稿する動画やからさ、明日これアナログパッド来ちゃったらさ、今日来たんですよっていう動画はその日に公開できない、1日1本で決めたらね。まあ、だからまあ稀に2回投稿するつもりすることもあるかもしれませんけど、もうやっぱり1日ね、こんなに誰の得にもならないような動画なんてさ、あげたってさ、こんなさぼやいてる動画見てさ、よし今日も頑張っていこうって、うん、今日も元気出ましたとかないでしょう、かわいそうにって思われるぐらいちょっと違ったら俺がね、元気出してって、逆に励まされるよね、うん、みんなにさ夢と希望を届けてるわけじゃないからさ、うん、ぼやきつつやりたくもないクエストやってる動画でさ、みんなが元気になることがないからさ、うん、もう一個行こう、サービスや、今日2つ行こう、効率良かったかな、大体10分ぐらいでね、終わりたいと思ってるから、竜の卵に行こうか、運んでみるか、これね、あれ持っていけないでしょ、あのね、走るやつ、走れる、普通のでしょか、競争薬、競争薬グレードの入ってる、これでしょか、死んだ時に一応3つ持っていくか、うん、念のためな、運搬のさ、これさ、運ぶ時だけはね、運搬するやつとかにしたいよね、あるんかな、探すのがめんどくさくなる可能性は非常に高いけど、運搬のなんとかみたいなやつ、運搬の防御力とか、これ運搬のやつ、運搬の超人的なやつ、何かな、弱いのこれ、これないわ、ちょっと待って、どこにあるのこれって、ちょっともっとこっちどことかかな、探すんかいみたいな、あ、ちょっと待って、お客さんや、